エンジンパワーも少し上がってるんですけど、うん、トルクは一緒なんですよ、うん、A1 点とっていうのはおそらく DCT の容量いっぱいなんだと。トルクで、はい、だからパワー上げてトルクを一緒ってどういう意味？トルクは一緒でパワーは少し回転数を上げたんで最高回転数でパワーは、でもトルクかける回転数が出力だから、はいはい、あそうかそうか、トルク同じで回転数だけ上げて効率を上げた、はい、ただ0、100キロで 0.1 秒しか違わないんで、だったらマニュアルいれば、マニュアル欲しいですよね、うん、あこの辺の足はいいね、やっぱ乗り心地いいですよね。いやそんなにね、あのハードボイルドにしないで、はい、今みたいなところもいなしがうまくて、はい、そうですね、これはやっぱフランス車のすんごくいいとこだね、はい、うん、やっぱ想像以上にデイリーユースデイリーユースって言ってるんで、そう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 、エンジニアは確かにそういう風にできてますよね。だから本当にさ、はい、トヨタとかホンダ、ね、すごいメーカーだけど、うん、やっぱりスポーツカー作りは下手だよな、はいはい、でこういう方が峠道の荒れた路面とか走りやすいですよね、うん、これで全日本ラリー出たいな、はい、いや出たらかっこいいと思いますよ、ねえね、昔の特に冬のラリー出たいな、はいはい、屋根にスパイクタイヤ乗っけて、うん、なんかシビエのフォグランプとかつけて、うん、いいね、はい、シビかマーシャルか、ね、あの辺もみんなフランスメーカーだもんな、ね、ラリーの、おお、いいじゃん、ダの利きがいいと思うんですよね、2人乗りだけどさ、はい、AMG 買うんだったらこっちの方がいいな、これ900万ぐらい、そうです、で乗り心地はびっくりするぐらいいいですね。でちょっとしたバンク下に凹凸の路面があるんですけど、そこ見事にもう刺すだけでスッとこういなす、あのいなし方がドイツ車とは違ってやっぱり、うん、こう何とも言えないフランス車独特の、あの、猫刺すっていうか、そのサスペンションがこう生き物のようにちょっと動いてる、だからあんまりこうフラットライドとか、あのアジリティが高いとかっていう表現じゃなくて、なんかこう生き物、その辺のいなし方がすごくやっぱりフランス車うまいですね。だからこの車スポーツカーなんだけど、もうマジでお買い物に行けるし、まあ、冠婚葬祭はどうか分かんないですけどね、あのおばあちゃん乗せても驚かないし、非常にそのオールラウンドな車で、価格帯的にはあのかなりポルシェのベースモデルのボクスターケイマンなんかと近いんですけど、全く乗り味が違う世界にありました。あれケイマンこんな安いんだっけ、いくら740って書いてあるけど、あ一番安はそうだ、そうですね、えじゃあ今日のアルピーヌより200万も安いの、そうかもしんない、150万、うん、見かけ上はだアルピーヌはオプションそんなないんでほぼついてるんで、うん、こっちポルシェブランドあるしな、ね、まあ普通の人だったら買っちゃうかな、うんうん、これだからクルージングの時のエンジンは悪くないよね、はい、いいですね、やっぱ踏み込むと、はい、ちょっとガサガサガサっていう不等調の特徴が出ちゃうんだけど、うんうんはい、やっぱりなんか車全体のクオリティみたいのはさすがポルシェって感じしますね、さすがポルシェだね、ステア周りの剛性感とか全然違いますよね、うん、だから大理石風呂とヒノキ風呂の違いみたいな、はい、そんな感じだ、はいはい、でもヒノキ悪くないんだよな、しなりが、そうそう絶妙なしなりがみたいな、 DCT はどうですか、やっぱ PDK はいいですよね、やっぱりポルシェはこの辺の発進のところの、はい、もたついていきなりドーンっていくんじゃなくて、はい、やっぱりある程度こう生かせながら、はい、微妙に制御してる、はい、だ多分クラッチの容量なんかも違うんだろうな、うね、トルクよりは、はい、まあこれ一応縦置きですしね、ああ縦置きですよね、あ、はい、
高速周回乗るとやっぱりピターンっていう路面に張り付く感じと、あの全体的に何だろう、あの剛性が高くて、こっちはなんか大理石のお風呂に入ってる感じね。でアルピーヌはあのヒノキ風呂に入ってる感じで、まあ、どっちがいいのかあのよく分かんないんですけど、とにかく違いがあると。こっちはちょっと冷たい感じはするんですね。ソリッドな感じもするんだけど、でも本当にフラットライドですね。その辺がまあ剛性の塊っていうようなあの高速の乗り味ですね。ここはもう揺るぎないポルシェのやっぱり一つの哲学が貫かれてるのかなって感じがします。まあ、アルピーヌの方はヒノキなので、どっかにこうしなやかになんかこう変形させながら全体最適を取るみたいな、やっぱりそれはそれでアナログチックな車ですけど、味わい深い感じでしたね。まあ、あまりにもそこもアルピーヌとこのボクサーは対照的です。